どうも、ボビーアトレーザーのボビーです、えー。今日はですね、もう10月30日ですね、週末の金曜日、えー、59回目の放送となりまあ、配信となります。それではオープニングムービーをどうぞ。 どうもボビーアトレーザーのボビーです、えー、大阪のですね、えー、ボビーアトレーザーのアトリエからですね、えー、ライブでお届けしておりますえー、っともう今日はね、あのー、大阪はですね、えー、朝からですね、えー、ちょっとどんよりちょ,ちょっと曇り空でしたねうんまああのー、こういうね浮気が革ジャンがう羽織るにはねベストなシーズンに なんえー、っとまあ昨日はですね、えー、カメラねあのマイブームなんていうか、まあ、趣味なんていうかそういう、えーね、話題をですね緩くさせてもらったんですけどね59回目の <laughs>、えー、今回もですね、えー、まあそういうマイブームっていうかあまあ まあ趣味というかねまあそ,そんな多趣味でもないんですけどもねもうほとんどおねここで過ごしてるんでねそんな中でですね、えー、ちょっとこう緩い感じで金曜日のねゆる、えー、い感じでですね、えー、お付き合いいただけたらなと思います、えー、まずね、えー、もうちょっと今日写真もスライドっていうか入れてきたんでね、えー ね、まずはまあ,あ,あこのねギターですね、えーまあ、ギター、まあ、どっちかというと、まあ、あのコードで弾くぐらいの感じですけどねギター弾き語りですよ、うんえーまあ、これは、えー、J200 ですね、うん、ギブソンの J200 というギターですねもう25年近く、うん、使ってますね うんあまあ、もうほぼ相棒ですよね。うん、もうこれが壊れたらどうしようかって感じですからね。<laughs> えーまあ、ちなみにこう写真写ってるこのこっちか、えー、ストラップはですね、まあ、僕があ普段使う愛用してるボビーア・アトレザーのね、えーまあ、プロトタイプですかね、まあ、今もおこのデ,デスクですね、えー、ちょうどストラップがね、えー、ほぼほぼ完成しかけた感じですかねオーダー頂い,いてるね。 うん、そんな感じで、えーまあ、朝からですね、えー、制作してます、えーまあ。そんな感じでね、えー、ギブゾンの J200 で、えーまあ、ギターをねこう弾いてね、うんまあ、これ、あのパッと見右利き用なんですけども、えー、左利き用にですね、僕左利きなんで、左利き用にですね、えー、カスタマイズしております。はい、そんな感じですね。でですね、あっ、これ。 あとまあマイブームなもんがこんな感じでこの写真の中に詰まってますね。この時はですねえ日本酒の日ということで,ですねちょっとあの作品撮りのついでに撮影したんですけどまあ普段レーザー作品をこうお撮影してるカメラでえそのおついでにえちょっとパチッと撮ってたんですけどねまあ写真はこうケンビシーのー写真ですね。 でまあ、トルーパーが座ってるのででですす、えー、ワン大関ですねねねワンカップトルーパーパもおー、まああのーまあ、趣味の人ですけどね「まあ、スター・ウォーズ」が好きやということとです、ね、あとですねあのプラモデルを、まあ、多分僕らの世代だったらみんなプラモデルとかね えー、作ったたりしてと思いますねが学生時代、ね、僕、まあ、ど,どうっちかっていうとスポーツよりもこういうプラモデルをね作る方が賞状を置てたんで,、うんでまあ、久しぶりにプラモデルもなんかまあ道具もね今更揃えるもあれやけどなと思ってでまあたまたまあのー、プラモデルを見つけてですねトルーパーわこれはちょっと久しぶりになんかあ作ってみたいなちょうど映画もね始,め始まった時やったし。 ちょっっととこれはあなと思ったので、まあその道具も、まあ、塗装とかもね線でもええような感じだしあや,ってやってみようかなと、えー。これをどいつのかな大晦日の時かなもう仕事を納めした時に、えーえーえー、一つ作ったのがハマりましたね。うん、<laughs> ちょうどローグワンやらそういうのが「スター・ウォーズ」のね始まったりしてたんでねちょうどマイブームでしたね。うん それとですね、あのこれ撮ったのがあの10月1日に撮影したんで、えー、天一の日ということですね、えー、天下一品のね、ラーメンのを, <laughs> をです、ねえー、持たせてね、えー、まあ日本酒の日でもあったんでね10月1日があもう今月の最初ですよ <laughs>、ね、もう今日は30日やからね、うん、でまあそうねでね要素が詰まってますね大体ねマイブームな。 <laughs> でですね、えー、あ、あのそのそトルーパーをね作った時になんかこうまあ、商品撮影したその台っていうかそのセットをですね作ってたりあもう組んだり外してあの何て言うのこうバラしたりするのがちょ,ちょっと面倒な時があるんですよね。でまあその次になんかちょっと撮ってみようかなと思ってねこうこういうなんかちょっとあのなんかこうねっはって感じでね。 ミーティング風景みたいなのをねちょっと <laughs> 撮ってみたりとかしてね新商品いかがでしょうかねとか言ってそれはなあこれええなあって1人でねこの子 <laughs> しながらねえやってましたねはいでまああ,でまあ,あのたまあの写真をねカメラもまあ持ってですねもう好きなあの万博公園にねえこれですね壊れないようにやっぱりプラモデルやからねやっぱ部品が外れたりするんですよねうんでまあこんな感じでね えー、パパ公園に連れて行って、えー、ちょっとねこういう感じで、えー、撮影をねしたりしてましたね、うん、でまあ,あのこういう感じでね、えー、秋の行楽にね連れて行って、えー、これはまあ妹とね行った時にパシャッと撮ったんかな、うん、これは多分あの GR で撮影してますねこちょっと広角なんでね、うん まあこんな感じででですねあのあの連れ出してですねなんかちょうどフィギュアとかそういうのをフィギュアはまあそんなに持ってないけど、ね、プラモデルはちょっとせっかくやあ,、まああの田中達也さんの,、ね、あのミニチュアで写真撮ってあるね「うん、見立てる」っていうねやってる田中達也さんのですね、えー、だいぶ前の時に今回の写真前の時かな見た時にあちょっとなんか自分でもなんか面白いこと。 なんかこう見立てるじゃないけど僕は僕でちょっとこういう遊びのとこもねうんやってみようかなと思ってねうん今年はさあの連れ出してはないですけどねトルパーもうんあんまりねそんな感じであとはですねえマイブームっていうかまああれですねこうベイプですねうんあのちょうど当時あの友人がですね えー、もう僕のおいろいろねボビア・ドレザーのおー、えー、コレクションをねたくさん持っている東京のね友達がですね、えー、ベープというのの当時、えー、販売員っていうかお店をねに立っててで仲よく乗してたんで何これと思ってね、うん、でなんか東京行った時にですね、えー、一つ何か買うわってねで買って。 で、えー、ベープの前にはまりかけましたね <laughs> まあ僕はもうそんなあのこったりはしてないですけどまあちょっとこういう感じでねあの煙ですねあのこうよくみんな爆炎とかあなんかやってますけど、ね、僕はそんなんじゃないしにねこうちまちまあこうちょっとこう休憩があってらですねあ、えー、をなめるようなもんですねいろんなフレーバーがあるんでね、うん、ちょっとこう人こう,こうなんかこう休憩があってらっいうか例えば僕の場合やったら。 あの制、ー、作してて、で、あのボンドとかがこう、こう、まあ革紐ね、ボンドでこう、こうくっつけるわけですよ、こうね、ヘリをね、こうつなぎ合わせときにね、で、その時にあのー、乾くまでの間、ちょっと一服ね、コーヒーと一緒にですね、えー、あの使ってますね。うん、まあ最近やったら多分あれじゃないですかね、あのー。 ね、どうしてもタバコ代とかもおどんどんどんね税金分上がってきてるんでね多分ベイプに移行される方も多いんでしょうね、うん、なんかそんな感じですね、うん、今まあ実際こう今何個か飾あの写真には載ってますけどね今現在使ってるのはねもうおほぼほぼ,ほぼポンポン一個に決まってきますねもうね、うん、こうした方がえい,いかなこれこうしてねこうこうした方がえい,いのかな、うんかうんこの辺の えー、ピコっていうやつですね、うん、それをですね使ってやってますねでまああのー、ねあのいろんなこう、えー、エキスポ行った時にねこうねこういう記念にね写真撮ってねちょっとまああのー、作品撮りがてらねこういうふうにして遊んでますねまあそんな感じでえーね、えー <laughs> まあ、マイブームなあーことですね うん、まあ,あの制作もねもうずっとやりながらですね間隙間の時間にですねいろいろおねそういう楽しみをしてますね、うん、そんな感じで <laughs> 今日は緩くね、えー、放送させてもらいましたそれではね、えー、週末のと月末のねこの金曜日にですね、えー、素敵な週末とそれからですねもう連休かなもうすぐ連休これ連休になるんかな もうちょっとカレンダーがねもう僕らみたいな仕事をしてたらですね、えー、休日とかそんなにお別なって,て感覚がですねまああのね、まあ、ちょうど過ごしやすい時期ですしねアートに触れるのはねすごくいいですし、えー、レーザーをね着込んで、えー、レーザーをね本当に育てるにはね最高の季節になりましたんでね、えー、レーザーと一緒に、えー、素敵な週末をお過ごしください。